福岡市教師によるいじめ事件、お前の血は汚れてる、その児童がマンションから飛び降り自殺したのが、休憩だったら一巻だけ読んだったら止まんなくて、あら、おーいみんな、でっち上げてる？ないっすね、始まり方。でっち上げてるか？でっち上げてないかな。でっち上げてないかな。でっち上げ、2人は何最近でっち上げた？教えてもでっち上げたこと。いやでもでっち上げられるよ、俺よく。でっち上げられる？うん。ホンダのアイコス吸ったっつって、ホンダに。あー。毎日のように。それはでっち上げですね。認めてんじゃん。いつも認めてふざけんじゃねえよ。本当によ、本当にでっち上げって、普通にもう一番許せないよ俺。ああ、なんかそう、そうだったんです。そっち側だったんです。そうですよ。ある衝撃的なね、ちょっと記事紹介したいんですけども、2003年ですよ。福岡市の小学校教師がですね、アメリカ人を祖父に持つってされるクォーターの児童に対して、お前の血は汚れてる。あら、もう死んだ方がいいんだお前なんて。うわ。やばいね。2003年にまだそんなやつ残ってた。早く死ねえ。やば。うわ。まあ、体罰とかをやってた。らしいと。まあ、その教師、ちょっとアメリカ人にちょっと強い差別感情があったとされてるんですけども、その後ね、教育委員会がそのいじめを認めて、まあ、謝罪したと。で、教師はもう懲戒処分されて、外されたんですけども、それをもうまた恨みに思って、お前のせいで俺のは仕事をクビになったんですって。うわ。死ねえ。死ね、さらに児童に言い続けて、うわ、その児童がマンションから飛び降り自殺をしたとか、なんでそこ隔離させられなかったんだろうね。まあそうだよね。そう、それで、まあ、奇跡的に助かったんだけども、まあ、PTSD になってしまったと。うん、そりゃそうだよ。そう、それで、まあ、両親が訴えを起こしたという事件がありました。許せないね。本当にあった事件。そうなんです、これは本当の事件です。福岡市教師によるいじめ事件で、ね、実際の事件なんですけど、当時もセンセーショナルのね、大々的に取り上げられたんですけど、どう思いますかこの教師。いやもうありえないよ。まあ相当教師としてね、ありえないっすよね。結構どんなバックグラウンド聞いても俺ダメかも、その教師。まあそうだね。何も擁護できない。そうなんですよ。で、この男はね、史上最悪の教師としてね、まあ報じられて、教師の職はもちろん社会的にもかなり抹殺されそうなんですよ。そうだよな。ところがですよ、えこの事件、全くの嘘だった。まあそんなやついないもんな。うわ、いきなり変わったお前ら。おい、踊らされてマスコミに。おかしいと思ったんだよな。だからこそ、もう許せないってなってた。そんなやつ、人間とは思えない。そうそう、そういうこと、そういうこと。この事件ですね、児童と両親が結託して、事実を捏造して、教師を陥れたっていう。それはそれやばいね。要するにモンスターペアレントによる冤罪事件だったんですよ。なるほど。すごい話でしょ。やば。やばい話なんですよ。すごいね、それ。で、ただ捏造といってもね、全くのデタラメじゃないところ、これ厄介な話で。まあちょっと体罰があったりしたのかな。例えばこうね、お前の血は汚れてる発言に関しても、この教師がね、この家に家庭訪問に行った時に、母親が、おじいちゃんがアメリカ人なんですよって話をしたの。それに対して、教師が、アメリカの方と血が混じっているから、目や鼻がはっきりしてますねって言ったの。なるほど、なるほど。教師の方には、だから微妙に思い当たる節はあるのよ。あ、そういえばハーフって言っちゃったな。まあちょっと容姿いじりというか。そう、容姿のこと言っちゃったな、ハーフっての傷つけたかな、みたいなので、最初はだからちょっと謝っちゃったの。なるほどな。っていうので、裁判がめっちゃこじれたの。一回謝っちゃう。謝罪して認めたりしちゃうとね。そうだよな。そうなんだよね。そうなんだ。そういうね、ドロドロのなんかね、言ったっちゃ言ったけど、そう取られたら、まあそうではあるんだけど、みたいな、そういう話、そういう攻め方でガンガンされる裁判なんですよ。教師も弱いな、多分、それ。自分たちのバックが認めちゃってるからね、一回ね。そうだね。学校側を認めちゃってるからっていう。この裁判はまあ、なんかまあね、面白いんですよね。面白い裁判だと。人間の汚さっていうの誤解だったりね。いろんなものの見方が違いとかね。偏見とかね。そう。両親はまずそもそもなんでそんな捏造したのか。確かに。そういうドロドロの裁判が行われたと。なるほど。で、そんな裁判の様子が克明に描かれた漫画がこちらのでっち上げですよ。へぇー。でっち上げてんだ。あれですよ。ではちょっとこの漫画をちょっと推していきたいと思います。はい、なるほどね。うん、新潮社から出ている漫画でっち上げ、はい、全4巻で完結します。で、この漫画めちゃくちゃ面白くてさ、深夜ちょっと他の仕事してたんだけど、ちょっと休憩だったら1巻だけ読んじゃったら、もう止まんなくて、全4巻そのまま読んで、いいですね。仕事をもう。
そっち向け。あで、仕事しましたってでっち上げた。でっち上げた。じゃあ、作ったものじゃなくて、うん、結構ドキュメンタリーっていうか。そう、もう事実。うん、あ、そうなんだ。事実がそのまま描かれているんだ。そうなんだ。まあ、なんでね、こんなにね、ぐーっと引き込まれるようにして読んだかというと、うん、福田真澄氏っていうね、そのジャーナリストを書いた本が原作なんですよ。うん、あ、そうなんだ。うん、でっち上げ、福岡殺人教師事件の真相っていう、なんか原案にも関わってるから、うん、ストーリーがね、しっかりしてるんですよ。うん、で、他にもちょっとね、2つほど推しポイントがあるんで、うん、ちょっとそれを紹介していきたい。ストーリーめちゃくちゃ面白い。まあ、そうだよな。いや、面白いんだよね。面白い。もうね、いや、見てえな。まず1つ目の推しポイントはやっぱ、ボンペ最高っていう、ね。そんなわけない。最高結構、めちゃくちゃ嫌いだわ、俺、ボンペ。いや、クソなんだよな。めちゃくちゃ嫌いだよな。モンペってね、ああ教師とか学校に対して理不尽な物言いをしてくる両親、ああ親のことですけど、はい、もう本当僕大好きなんですよ、モンペの話。大好きらしいだろ。なんで好きかっていうと、ああ、ね、子供のためと見せかけて全部自分のためなんです。多分そうだよな、ね、確かに。そう、言ってることが全部、うちの子供が。で全部自分の欲望のため、あそれが最高なんですよ。なんでだよ。自分の欲望に忠実なところが忠実で、いやまあ胸クソじゃんそれって。まあなるほどね。腹立つわこいつっていうのが最高なんですよ。腹立ちたいんだ。腹立ちたいのよ。なるほどね。腹立ちたいつながりだよな。やっぱ作品とかね、映画とか見せてもやっぱ腹立ちたいのよ。なるほどなるほど。さっきのね、アメリカ人とのハーフ、うん、侮辱されたっていうくだりも、うん、結局ねこれね、アメリカ人とハーフであること自体が嘘だったの。もう純粋な日本人だった子供はただの。すごいねそれ。お母さんが普通に嘘ついてたの。そうで、母親もこの時にね、うん、私はアメリカで暮らしてたことがあってとかいう話もしてたらしいんだけど、これも嘘なんですよ。え、何それ。そうだから、もう自分の中に対するちょっと欧米の憧れとかね。なるほどね。もっと言うと、まあ自分はちょっと人とは違うんですみたいな欲望の現れ。うわ、そのためにこう子供を巻き込んで、さらに言うと、もう教師のさ、人生めちゃくちゃにして、そうだね、自分がアメリカに住んだことにしたいっていう、もう見栄とか世間では自分の理想像のために周りをめちゃくちゃにするっていう、やばい、最高です、本当に。最高なんだね、それは。そう。だからそんなね、理不尽な生き物を見たい人が、胸クソを見たい人には、まあね、ちょっと見たくなっちゃうんだよな、そういうのってな。そしてもう一つの推しポイントですね。やっぱそんなモンペの理不尽な攻撃に対しての、うん、教師の反撃が痛快なんですよ。ああ、そのパターンもあるんだ。そう、ある。でさっきも言ったけど、この母親の供述にはちょっと一定の事実があるわけですよ、うんうん、でしかもね、子供も協力してるんだよね、この、まあ、そうだよ、それずるいよな。そう、子供もね、だいぶ憎ったらしく描かれてるんだけど、そのなんか協力してビデオとか撮ったりするのよ、ちょっと PTSD になってるところとかね。でさらにややこしいことで、まあ、教育委員会一回いじめを認めちゃってる。確かに。で、ね、かなり裁判をこじれてですね、うん、実際これ解決10年かかってるんだよ、ね。この裁判の最初って、もう教師圧倒的不利から始まるんですよ。まあ、そうだよな。世間はみんな殺人教師だっつってるし、母親の言うことみんな信じてて、もう誰も味方になってくんないの。超孤独だね。そう。で、弁護士もね、全員断られるのよ。もう出てません。無理だ。出ないです。すいません。そんな中ね、一人のね、弁護士が味方になってくれんのよ。うわ、かっけー。かっけーのよ。母親の言ってることが、ショッキングですけど、リアリティがないですねって言って、めちゃくちゃ頭がいい弁護士がね、すごいね、味方になってくれんの。そっからね、反撃が始まるんですよ。マジかっこいいのよ、ここから。で、そっからこう、母親の言うね、ことを、一個ずつ一個ずつね、ひっくり返してくんだよね。おかしいところとか。で、子供もやっぱりね、ちょっとね、矛盾したこと言うんだけど、それをもうね、一個ずつひっくり返してくる。爽快なんですよ、それ。めちゃくちゃ。いいね。胸クソ倒す瞬間ってやっぱね、最高に気持ちいい瞬間してるんですよ。なるほどね。ファニーゲームのね、ハンディングする瞬間。なるほど、ね。あるじゃん。一回反撃すんじゃん。あそこも、よっしゃーみたいな感じじゃん。あれがもう超連続してるって。巻き戻されない、大丈夫。巻き戻されない。大丈夫、これ事実だから。よかったよかった。事実に起こることしか、あれだから。よっしゃ、やっつでも、ざまみろ、おいみたいな感じの連続が、めちゃくちゃ気持ちいい漫画なんですね。息子かわいそうだな。いや、そうだね。そんな親にね。そんな親に育てられたっていうのは。ちょっとかわいそうだね。面白いな、でも。そうですね。なので、まあ、実際の事件についてこう知見を深めたい人とか、うん、まあ、母親なんでそんなことしたのかっていうのも、まあ、描かれてますから。うん、だってまあ、モンペがちょっとぐぬぬってなるところ。あ、それいいね、確かに。うん、あ、見たいわ。ぜひぜひ。概要欄にちょっと Amazon のリンク貼っておきますので、よければ、そちらから読んでみてください。この動画最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録やツイッターのフォローもよろしくお願いします。本田、今日の冤罪事件あるある。
裁判の時にあの物分かりのいい裁判長にホッとしがち。あーあ、わかるわ、めっちゃわかる。分かってくれてる、変わらな変わらなって思うよね。